関の稀勢の里登場、宝富士戦、場所前の稽古で少し右足を引きずっている様子もあった稀勢の里、少し心配される中でこの初日です。早く先に右の上手を取って安心したいですね、はい、左の相四つです。時間です。さあ右の押っつけ、左四つです。さあその上手はまだ取れていません。その上手の探り合い、上手はつかめない。上手を取りました。1枚です。今回も1枚寄り切り、稀勢の里の勝ち。稀勢の里は初日白星です。前に登場した大関2人、照ノ富士、豪栄道と続けて敗れていたので、少し嫌な空気感というのはあったかもしれませんが、全く問題にしませんでした。まあ、左の相四つというのはあると思うので、はいはい、こういった展開というのは予想はされますよね、はい、しかもしっかりと下手を取っていましたね。稀勢の里も、ね、まあ腰が高いんですけどね、はい、宝富士もまたありがたいことに腰が高いんですよね、だから稀勢の里がこう状態がそれほど高く見えない、はい、お互いが高いですから、左差しながらですね、こうじわ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 この体を寄せていきながらですね、はい、まあ、厳しく言うと右の上手の取り方は甘いですけどね、絞り込んでからもっと浅い位置を取るとですね、もっと簡単に勝てますけどね。まあ、しかし初日白星、新年の最初の白星を初日に挙げた稀勢の里、明日は玉鷲と宝富士、明日は横綱白鵬戦が組まれます。